はいどうも。えっ、ー、と、今回はですね、えー、高齢者はですね、集団自決、えー、全員死んだ方がですね、日本が良くなるって言ったですね、成田祐介さんかな、がですね、まあ、こんな発言をしてたら、えー、テレビとかからですね、干されるんじゃないかと思ったんだけどっていうお話ですね、えぇ、ー、 成田。なんかですね、成田祐介で良さそうだけど、ちょっとあんまり知らない人なんですけど、えー、なんかちょこちょこですね、テレビで見るんですね。で、えっ、ー、と、個人的にはですね、丸と四角のメガネをしててですね、えー、そうですね。なんか個人的にはですね、まあ、うん、妙な感じがするんで嫌だなっていうような感じなの。 ことは思ってたんですけど、まあ特徴付けなんで、まあ別にどうでもいいですけど、この方がですね、えー、高齢者はですね、集団自決した方がいいって、えっ、ー、と、割とちょこちょこいろんなとこで言ってるらしくてですね。ってとこなんですけど。はい、えー、まあ結構強い発言なんですけど、えっ、ー、と、成田さんがですね、高齢者集団自決論、ええー。 成田をテレビに出すだ。やっぱりそうなる流れはですね、できるかなと思うんですね。で、えー、そうですね。ホリエモンさんが喋ってるのとですね、この動画は一応見たんですけど、えー、そうですね。うーんとですね、なんかですね、こっちじゃないですけど、ホリエモンと出てた方がですね、 あ結構、えっ、ー、とね、日本の、えー、と上の方にですね、結構お偉いさんで結構決定権があるところにですね、無能の老人がですね、あの結構居座っちゃってて、であ、一応年下なんで、その、敬うような感じでですね、で、その人が無能であろうと、一応その人の決定を、あー 褒めたたえるみたいな流れがあるんだけど、そういうですね、無能な、えー、無能なんだけど、いい、なんだろう、すごいポジションにいる老人をですね、うーん、その重要ポストから外してですね、やらないと、日本は良くならないよ、みたいな感じのお話をしてたんですよ。でですね、あの、実際にあの、あの、 穴を切れとかですね、首を吊れとかですね、えー、崖から飛び降りるとか、そういうお話じゃなくて、えー、っとですね、無能な、無能なんだけど、歳をとってるだけで重要ポストについてるような人は、えー、何ですかね、その重要ポストから外すような流れを作らないと、日本は良くならないよ、みたいな感じの発言をしてて、でですね、 その発言をして、そんな感じの発言はですね、一応わかるんですけど、言葉的にはですね、えー、これが近いのかなあの、し、ゅ、集団自決しろって。あの、潔く日本のために腹切って、死んでけみたいな感じのことをですね、老人に言ってるような感じで捉えられるんで、 あの、言葉も結構きついですんで、多分ですね、テレビから、テレビに出すなとかですね、やっぱりそういう流れになったのかなっていうところで、結構古い話なんですけどね。で、えっ、ー、と、この、この動画もですね、んこれはあれなのか。成田、成田、チャンネルっていうことなんで、この成田さんのチャンネルなんですかね。 で、えー、2021年の11月だそうなんで、うん1年半ぐらい前なのかな。はい。で、そうだな。西村博之とのところでもですね。あれ、これか。今日は言わないだろうと思ったけど、また集団自決って言いやがった、みたいな感じで、盛り上がったんで、まあ、ちょこちょこ言ってたんでしょうね。はい。まあ、結構ちょこちょこ言ってたんだけど、 えー、ニュースかなんかで取り上げられちゃったっていうのが結構大きいのかなえー、その、なんだろうな、無能、無能な老害がですね、あの、無能な決定をするから、日本がどんどんダメになっていくっていう,うことを言ってるんですけど、その、安楽死とかそういう切腹とか首吊り自殺とかそういうお話じゃなくて、えー、なんか、うん 例えばですよ。えー、安倍晋三みたいにこう、安倍のミックス大失敗、トリクルダウン大失敗で、あんな奴があんな重要ポストなところをいるよりも、えー、もうちょっと、あのー、しっかりした判断ができるですね。若いやつを重要ポストに置いた方がですね、例え話ですよ、これは。いいんじゃないのか、みたいな感じのことを言ったらですね、まあ、世間は言葉通りに捉えちゃうんで、ってところで、 はい、えー、結構古いニュースなんで、ああ古いニュースだしね、あの、こんな長い文章読、読まないですけど、ああなんでこんな長い文章書くんだろう。これ、読む人のこと考えてないと思うんだよね。あのね、二三行がベストだと思いますよ。 毎度毎度タイトルで煽る記事だね。そんなに目くじら立てなくても、成田が集団自決をさせる権限があるわけではないし、社会がそんな、ちょっと違うな。ちょっと私的なコメントを探して終わりますね。はい、これがですね、私的にはま、ちょこっとだけ、えー、あれですね。うん、まあ、そうなのかもね、って思ったくらいですね。 えっと、そろそろやめませんか言葉のほんの一節を捉えて、悪意ある解釈を載せて、またそのように。だからまあ、そうですね。まあ発言がきついんで、あれなんですけど、多分あの人はですね、あの強めの言葉を使わないとインパクトがないから、あの言葉を使ったんですけど、その、えー、世間的にはちょっと強すぎる言葉だったんで、 えー、世間がですね、過剰反応して、あいつをテレビに出すな、みたいな感じの流れになってるってことなのかなで、えー、そうですね。だからまあ、その、既得権益にですね、そうそう、なんかこんな感じのことを言ってるんですよ。あのー、もうですね、その、えーな、何もしない、何もできない、 けどですね、なんか権力は持っててですね、金はジャブジャブ入ってくるのを望んでて、で、そういうのが子あるっていうのはですね、ちょっと世、あの、世の中的に良くないんで、世代交代をしないと日本はどんどんダメになっていくよっていうことを、えー、成田さんは言ってるんですけど、まあ、そうだなそのマスコミもですね、まあ、その、 な、なんていうんですかね。えー、っとね。意味、本来の意味の逆の意味をですね。ニュースにして遊ぶとかですね。なんかそんな感じのことを、なんか割とやってるような印象があるんで。はい。で、あの、で、成田さんの発言をですね、全部丸々聞いてですね、あ、そういうことなんだね、みたいな感じで言う人はですね、1分ぐらいの動画だったんですけど、 一分の動画をね、老人が見るかどうかっていうとですね、見ないような気がするから、やっぱりあの、集団自決しろっていう、あんな、あんなきついこと言うやつ、私たちがこの世から抹殺してあげるわ、みたいな感じで、多分ですね、どうなんだろうね。ちょっとわかんないですけど、うん、割とそうですね、サンデージャポンとかでちょこちょこ見かけた顔ですけど、うん、もう、もうすでに、 一ヶ月ぐらい前の話なんで、ニュースはね、もう、もうすでに干されちゃってるのかもしれないけど、はい。<laughs> はい、もうすでにですね、成田さんは、えう、ー、ん、マスメディアの世界からはですね、えっ、ー、と、干されちゃってる人なのかもしれないよってことで、<laughs> まあ、言葉のチョイスが悪かったかなと個人的には思いますけど、 はい。次に、この人を見るのは、いつなのでしょうかということで、干されてないかもしれないんですけど、私は干されてると思うよってことで。はい。今回以上です。